日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。開幕ダッシュに成功し、現在2位日本ハムとゲーム差を広げ、首位を独走態勢に入っている福岡ソフトバンクホークス。しかし、小久保裕紀監督は日本ハムへ警戒心を強めており、その中でもソフトバンクが古巣でもある守護神の田中正義投手に目をかけているようです。そこで今回は、小久保監督が明かした日本ハムへの本音と田中正義投手の今季のここまでの活躍を紹介していきます。首位を走るソフトバンクは34試合を消化し、チーム防御率 1.99 と驚異の1点台を叩き出しています。課題とされた先発陣も好調で、先発防御率は昨年の 3.63 からここまで 2.08 と絶好調です。日程も味方につけたゆとりローテーションが功を奏しているようです。開幕からここまで6連戦は2回のみ、週5試合が多い余裕のある日程を8人の先発陣で補ってきました。3年ぶりに復帰した倉野伸二投手コーチ兼ヘッドコーディネーターは、いろんなパターンを考えているし、それが崩れた場合も想定していると小久保裕紀監督ともに先発ローテーションを組んできました。開幕投手を務めた有原航平投手を翌日に出場選手登録を抹消し、中10日で次戦に回すなど弾力的な運用を試みました。その後、火曜の有原投手、土曜のモイネロ投手と軸になる投手は中6日で回したが、変則日程もあり、その他の投手は中6日以上の余裕のある起用も続けました。東浜尚投手は中6日が2回、中8日が2回、大関智久投手は中6日が2回、中8日が1回、中5日も1回だけありました。スチュワート投手は中6日が1回、中7日が1回、2軍での調整登板を挟んだ中13日も1回ありました。石川修太投手は途中で中継ぎ待機もあり、先発に復帰しました。また今季から先発転向した大津亮介投手は、中7日、中9日、中10日が1回ずつと間隔を空けての起用を続けました。ベテランの和田毅投手を含め8人を1軍の先発候補として準備していたことが、ゆとりローテを可能にしました。28日から交流戦が始まり、6連戦が3週続きます。先発陣にとっては踏ん張りどころとなります。小久保監督は曜日も確定できるところはして、あとはちょっと流動的に考えています。3週とも全員同じメンバーが6人、バシッと行く予定にはしていないです。これからちょっと交流戦のところまで含めて倉野コーチとは最終的には決めますと説明しました。小久保監督は、今年の日程は6連戦が少ない、だから先発陣を決めかねているところって、空いてる枠に3人4人いるので、そういう現象が起こっている。それはある程度決めてやらんとね。本人たちが次どこで投げるかわからないと調整が難しいので、後半戦も夏場で暑くなりますけど、連戦っていうことに関しては9連戦の前に6連戦が2回だけしかないので、比較的その辺は今の先発陣の数がいればしのげそうだなって感じですと手応えを話しました。ソフトバンクは日本ハムとの直接対決を制し、このまま首位固めといきたいところですが、それでも小久保監督はゲーム差とか全然気にしていない、勝敗とかあんまり知らんもん、まだそんな時期じゃないのでと自然体を強調しました。日本ハムは3連敗後にホームでロッテに3連勝しており、勢いは衰えていません。ソフトバンクにまたじわじわと詰め寄っています。そんな日本ハム不気味さを問われると、小久保監督は、不気味さじゃなくて戦力がいいんです、純粋にピッチャーがいい、中継ぎ、抑え、田中正義も独り立ちしている、9回にチャンスがあるようなチームじゃないんで、だから純粋に強いだけです、不気味ではないです、予想通りですと話しました。このように小久保監督が名指しで警戒している田中正義投手、今季はさらなる進化を遂げています。抜群の安定感を発揮している今季は、ここまで15登板で1勝3ホールド9セーブ、防御率 0.60、 12試合連続無失点となっています。風格すら漂ってきた29歳に、最強クローザーだよな、守護神のオーラを感じる、異様な威圧感放ってるとファンから声が寄せられています。右腕は11日のロッテ戦で3点リードの9回に登板しました。藤岡選手、荻野選手、石川選手を10球で三者凡退に封じました。
10セーブを挙げているソフトバンクのオスナ投手に次いでリーグ2位の9セーブ目を挙げました。ここまで15登板で自責点は1、この1点は今季初登板で許しただけです。開幕当初は本調子ではなかったように思えますが、徐々に調子を上げてきており、4月9日の西武戦から12試合連続で無失点です。特筆すべきは制球力で、ここまで吉球は0、圧倒的な投球で打者を牛耳っています。創価大学から2016年ドラフト1位でソフトバンクに入団した田中投手、5球団が競合した逸材も故障に泣かされ苦闘が続きました。 FA 移籍した近藤健介外野手の人的保障で日本ハムに加入した昨季、素質を開花させて25セーブをマークしました。今季はキャンプ初日からさらなる進化を予感させていました。キャンプ初日で田中投手が披露した剛球に新庄剛志監督はまるで別人だと仰天していました。すごかったね。オフのトレーニング、どんなトレーニングしてたのか。今日で150キロ超えてた。それで力感ない。びっくりしたのはフォークの落ち、ちょっと別人になってましたね。スライダーがちょっとレベル下がってた。初日にしては十分、ちょっとびっくりしたと大絶賛していました。その期待通り、今となっては手がつけられない状態になっています。かつての5球団競合ドラ1のポテンシャルはやはり本物だったと言えます。充実一途の右腕をファンも大喝采です。本当にハムに来てくれてよかった。人的保障とは思えんな。分かってても打てない直球、日本代表のクローザー任されてもおかしくない。めちゃくちゃ雰囲気出てきた。力みがなくなったな。惚れ惚れするわ。火の玉ストレートやんと SNS にはコメントが並びました。西武ランキングでこそ今はオスナ投手がトップとなっていますが、投球内容で言えば誰がどう見ても田中投手の方が圧倒的なので、ランキングが入れ替わるのも時間の問題でしょう。西武王も十分に狙える投球を続けています。そしてそのオスナ投手はというと、今季は安定感を欠いています。失点が多く西武失敗する場面が目立ちます。超大型契約なのも相まって不良債権として早速扱われ始めているようです。西武自体は上げてはいるものの、昨季ほどの絶望感はない印象です。今季のソフトバンクは投打ともに穴がありませんが、その中でも唯一と言える穴が抑えであると言われています。このことからもソフトバンクからしたら田中投手は目にかかる存在だと言えます。今季も放出したことを公開させ続けている田中正義投手、好調ハムを支える右腕の投球に今後も注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。